ッケー、全部乗った。はい、乗りましたね。よし、じゃあ行きますか。じゃあまずはホテルに行きますので、ついてきてください。行きましょう。はい、じゃあ皆さんこんにちは、観音崎博物館の佐野です。ジョーです。こちら俺ジュニア隊だった。というわけで今日はですね、ジュニア生物話隊の中学部の合宿でツーシーマーに来ております。イエーイ。着いたのが夕方だったので、これから、夜から始めたいと思います。早速ジョー君がツーシーマーさん賞を取りました。どうぞ。おー、映ってる逆光じゃない？ちゃんと見てないですよ。という感じです。さらに大ちゃんが鬼山を取りました。おー、そしてゆきちゃんが鬼山を取り逃がしました。はい、というわけで、頑張っていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。おー、めっちゃ綺麗です。対馬の日が暮れます。なかなか初日としては素晴らしい景色ですね。今日は早速、村上さんが釣りを始めました。水すくってジャバって、うん、そのままつけて念仏台。これ、あんま水なくてこれ持ってればいい。そこだと多分あんま綺麗じゃないから、水奥の方で取ってみて。いいですね。ゴンズイだ。かわいい。何かと思った。ゴンズイじゃん。エビ、エビ。待って。エビいる。取りたい。ゴンズイだ。何かと思った。なんか動いてる。あ、カニ。あ、足足。カニ。あ、今産みに来たんじゃね。私のこと好きなの？え、産んだ後じゃん。産んだ直後。産んだ直後なの？私彼氏だよ。それ女の子だ。今日は満月なので、これから産卵に行くんだけど、こいつオスだな。ここにいたら引かれるから、お前ちょっと向こう行け。引かれるぞ。引かれるぞ。なんでこっち行く。はよ、バイバイ。若手ガニがね、いっぱい道路歩いてますね。この瞬間撮れたらいいな。さて、日が落ちていきますけども、我々はちょっとだけ里山の中に入ってみたいと思います。ゆきちゃん、こんにちは。こんにちは。どうですか。いや、こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうですか、楽しいですか。はい。なるほど。あのね、うん、オープニングの発言は取り消していただいて構いませんでしょうか。あの、鬼山を取り逃がしたってやつ、うん、まあ言っちゃったけどね、また、うん、なるほど。まあでも明日もね、明日川だから、明日もメインですよ。メイン、うん、だからもう明日はもう取れるんじゃない。ちょっと期待してますよ。はい、はい、佐野さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。マムシ早速出ました。いやー、本当にマムシ多いんだここ。やばい、怒ってる。ほら、写真撮りたい。怒ってますね。あ、いたでけ。誰か行け。あ、ちょっと待って、行きます。引っかけも持ってねえ。何ですかそれ。見て、覗いてでけえのがいるぞ。でけえのがいるぞ。でごめんなさい。ここにも残骸が。でけえのがいるぞ。でけえのがいるぞ。ちょ、待って、いけないって言うぞ。かった。お前、詰まりすぎだろ。死ぬまでイモるぜ。お前、俺の考えは、お控え人生だった。結構、なんか厳しいね。片足が。誰だ？出た？じゃん。また入ってくる。力が強いな。じゃあ強い。これ頭取れちゃうね。もうあとちょっとなの。でかいんじゃないそれ。相当でかくね。それオスですか。オス。かっ。超でけえぞ。こんなやつじゃやべえ。じゃあそれに挟まれてみんなやってみたら。あ、あとでやる。やるのかよ。おお。ねえ、ちょっと違う。ちっちゃいオス。ちっちゃいオス。え？中オス。あ、待って。おい、ちょ待って。どう行った。お前出てこい。でけえ。中にいるぞ。でけえ。でけえぞ。なんかそれ。もう大丈夫。
ってる。でけえぞ。ダメだ。でけえぞ。持ってみて。かっこいい。かっこいい。めっちゃ持ってみたい。嬉しい。すごいっすね。マジ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 。奥。あ、本当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 。どれどれ。本当だ。あ、2匹いる2匹いる。今のデカが左側から右に行ったけど。あーさすがになくなってた。でもさ大きさ的には猫とかの大きさだよね、うん、テンとかか猫か、どうだろう、遠すぎ。テンだったらもっとあの頭の位置が低いから下の方も気をつけないと。何だったんだろうか、何だったんだろうか。さすごい林道ですね。これマジハイエース。あー終わった。これマジハイエースだったら終わったよね。じゃあここを登ってきます。めっちゃびちょびちょだな。やばいっすよ。あんまそんな風に言う。あ、なんかあって。俺は相当でかいよな。対馬の、対馬平田の下頭。でか、70ミリ絶対あるでしょ、これ。どれ？ほら。まあ、でかいよ。あー、これはね。これでかいよ。70確定？あるでしょ、これは。あ、待って。今、俺のライトに飛んできた。対馬黒ゴキブリ。おー。オッケー、おゴキブリ。かっこいい。おゴキブリって気持ち悪くないよね、なんか。かっこいい。かっこいい。どこ行った？ほら、でけ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 。早く早く早く。見えない見えない。これ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 。え？これ？ほらほらほら。ごめん、道具見えない。ちょっとこれ、ちょっとこれ。これ？そのうん。いる？そっちからそっちからさ、追い込むから。もう発見か。あれ？クソでかいぞ。いなくない？見て見えない。ん？どこに消えた？俺も電気。どこに消えた？ん？すげえでかかった今。あ、マジで？ 7 センチは超えてる。超えてると思う。いやー、厳しいっすね、はい、さっきから何度も5分ぐらい経って待ってまたみたいなトライしてんだけど、どうしても嫌なとこに入り込んじゃって取れない。上があるよね。上がある。上に行ってる。上、いや上でしょ。だって上行ったらカン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 言うもん。壊すなよ、ウロ。厳しいっす。山猫だべ今の。ちょっと車移動するよ。そこに止めるわ。よし、サンキュー。おいよ、そこに移動するね。山猫でしょ今の。あぶな、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 あぶな。落としたら佐野さん終わってた。見た？誰か見た？山猫？でもね、尻尾長いべ。山猫でしょ今の。見たよね。こんなさ山の中に野良猫いないよね。耳の後ろも白かったです。白かった？多分山猫でしょ。マジどこ行った？あっちあっちあっち。あっち行った？え、絶対山猫だべ今。この辺入ってきました。マジか。しかもこんな近距離でさ、だってこんなさ峠道にさ家猫いないから。どこ行った？どこ行った？多分この辺に入った。入った。入っちゃったら分かんねえよな。撮ってなかった映像。撮ってなかったマジで映像。気をつけてみるな。どうどうどう。それあれは耳づらいじゃん。サノさん足元でつけてみる。すごいね、泥だらけだけど。どうしたの？手から落ちました。おお。自己紹介でさ、もうさ、前々かぶり一択ですって言ったのは、もうそれが蘇りましたね。蘇りましたね。じゃあというわけなので、この対馬かぶりもどきはせっかく一匹取れたので、みんなでじゃんけんということで。あ、まあ